東京で、AO 優勝で月剣タッグトーナメント2の発表をやってます。那小铁制作人说呢，要强调这个 idea 是他想出来的，但没想到这个铁拳制作人原田先生居然在接下来要出的 TT2 居然已经先把这个 idea 放在里面，他非常生气，他很生气，说怎么可以偷了他的 idea？ 本当に彼は悪いや。他其实是个不好的人。はい。次のページお願いします。はい。皆さんこんにちは。他说你们声音太小声了。来てくれた方ってどれだけいらっしゃいます。不知道去年小野先生来到台北电玩展的时候，有没有这边也同时来参加他的舞台活动的玩家？有没有？去年也有来的，去年。哇，很多那个熟面孔啊。なるほど。僕が去年カメラを盗まれたことを知ってる人誰いますか？在这边有没有人知道去年把小野先生的相机偷走的犯人到底是谁？还没有找到。当然知道。今年はまだ盗まれてます。他今年相机还没有被偷。はい、今日はストリートファイター4ではなくてですね、皆さんに僕の新しいタイトルのお話をちょっとしたいなと思ってきました。那今天呢，他不是要介绍 Super Street Fighter 4，他今天要为大家介绍的呢，是他现在在做的一个新的作品。哦，皆さん知ってますね、その僕が今作ってるタイトルの話は。那大家知不知道他现在到底在做什么作品呢？知不知道？啊、我现在知道哦。案外知らない、知らないですね。知らないな。キングオブファイターズ2011じゃないですよ。他不是在做。啊，我要怎么办呢？这个。他不是在做 KOF 2001哦。はい、じゃあちょっと一つスライドを動かしてください。来，版本，投影片下一张。はい。的一个合作计划。对，所以以后呢，多分全く新しいニュースを出してなかったと思います。那之后呢？那个发表之后，没有什么再更进一步的一些消息出现。对，今日ですね、せっかくこの台北ゲームショーの皆さん来ていただいたので、少しだけ今の開発の状況をですね、お話ししたいと思ってます。那今天难得呢，他也来到台北电玩展，大家也都来到台北国际电玩展，所以我就希望在这边呢，能够针对这个 title 做一点介绍。はい、じゃあ次のページお願いします。先生。はい、もう皆さんご存知の通りですね。ストリート